ロイ・エリック・キャロルは、北アイルランドエニスキレン出身のサッカー選手。元北アイルランド代表。ダンガーノーン・スー・ウィフツ FC 所属。ポジションはゴールキーパー。1995年にハルシティ AFC で、プロデビュー。1997年に当時、クラブ史上最高額の遺跡金35万ポンドで、ウィガンアスレティック FC へ遺跡。 1999から2000シーズンはリーグ戦26試合無敗記録に多大な貢献をし、プロ選手の投票によるフットボールリーグ1のベスト GK に選出された。2000から01シーズンはリーグ戦34試合中13試合のクリーンシートを達成した。その功績が認められ、2001年に名門マンチェスターユナイテッド FC へ移籍。 ユナイテッドでは、フランス代表でも、聖守五神を務めるファビアン・バルテズと、アメリカ代表のキム・ハワードの控えを務めた。2004から05シーズンも控えが濃厚と見られて、いたが、終始ハワードが不安定なパフォーマンスを見せ、キャロルが聖守五神となり、シーズン終了後に、ハワードを遺跡へ追いやる活躍を見せた。しかし、2005年に1月4日の、 トッテナムホットスパー FC 戦でファンブルしたボールが完全にゴールラインを割ってゴールに入ったがそのボールをかき出しノーゴールとなったことで有名。ファインセーブもあるが信じられないミスを犯す選手としても知られていた。シーズン終了後、オランダ代表でも政治系を務めるエットビンファンデルサールがフラム FC から加入。出場機会を求めて 2005年6月17日にウエストハムユナイテッド FC に加入。同時期に加入したシャカヒスロップとポジションを争ったが、同時に怪我に悩まされた。また2006から07シーズンに入ると、ロバートグリーンの加入により、出場機会には恵まれなかった。2007年7月7日に、スコットランドの名門、レンジャーズ FC と1年契約。しかし、 スコットランド代表のアラン・マクレガーの控えに回ることになり出番を失う。2008年に入るとダービーカウンティー FC の練習に参加。そして1月24日に半年間のレンタル移籍でダービーに加わりシーズン途中より完全移籍となった。しかしながらチームはシーズン通してわずか1勝しかできずチャンピオンシップに降格。自身も スティーブン・バイ・ウォーターにポジションを奪われ、出場機会は次第に失われていった。2009年8月17日にデンマークのオーデン・セビー・ケと3年契約を結び、完全移籍。2009から10シーズンは全盛期を取り戻す活躍を見せ、デンマークのベスト GK に選出された。2011年にギリシャのアフィー・クレタと2年契約を結び、完全移籍したものの、 2012年1月27日に、同国の強豪オリンピアコス FC へ移籍。2013から14シーズン限りでギリシャを去り、バルトシュ・ビャウコフスキの後釜として、フットボールリーグ1のノッツカウンティ FC と1年契約を締結。ユナイテッド時代の同僚であったアラン・スミスと再び、チームメイトとなる。ショーン・デリー監督から信頼を勝ち取り、 出場機会を確保。2014から15シーズンは代表召集による一試合を除いた全試合でゴールマウスを守り新たに一年契約を交わした。2016年5月24日、かつて代表で共にプレーしたデイビッド・ヒーリーが指揮官を務めるリンフィールド FC に一年契約で移籍することが発表された。その後 FC、マインドウェルに移った後、 2021年1月にダンガノンスーイフツ FC に加入した。1997年5月21日の対戦で代表デビュー。代表では10年間で19試合に出場したが、マイク・テイラーの影に隠れ、結局政治意見になることなく2006年に一旦は代表引退を表明した。2012年6月2日にオランダとの親善試合に招集され、 6年ぶりに代表ギャップを記録した。ありがとうございます。